慶長7年弘前藩の祖津軽為信は病気の嫡男信武を見舞うため京に向かいました。しかし為信の到着を待たず信武は病死し、為信本人も京の地でその人生に幕を閉じます。その津軽為信の玉屋が弘前市藤代にある津軽山覚秀寺にあります。覚秀寺は慶長12年二代藩主津軽信平によって建てられました。山門には池があり、夏には美しい蓮の花が一面を埋め尽くし、見る人の目を楽しませてくれます。蓮池を越えると山門が立ちふさがっており、山門の扉には津軽家の家紋である七枚葉の行用ボタンが刻まれています。山門をくぐり右に目をやると鐘楼があります。重厚な鐘楼の音は今も覚秀寺に眠る為信の魂を慰めているのでしょうか。そして山門をまっすぐ進むと本堂が見えてきます。国の重要文化財にも指定されている本堂は、かやぶきの屋根やうぐいす張りの廊下が歴史を感じさせます。本堂の左手には津軽為信の玉屋があります。建立された当時は質素なものであったようですが、文化年間の修理によって現在の極彩色な姿になったようです。現在非公開となっている玉屋内部の壁は板外場に囲まれており、そこには宝鏡院塔と呼ばれる供養塔が安置されています。覚秀寺は今もなお津軽為信の意向を感じることができる場所となっています。